2007年のスーパーバイク世界選手権は、スーパーバイク世界選手権の20回目のシーズン。2月24日のロサイルで開幕し、10月7日のマニクールまで、全13戦でタイトルが争われた。主なライダーはホンダを借る2004年のチャンピオンのジェーム・ストスランド、2006年のチャンピオンでありドゥカティのトロイ・ベイリス、鈴木を借る元モートジッピーライダーのマックス・ビアッジ。 ヤマハのハガノリユキであった。タイトルはトスランドが415ポイントで獲得し、2位のハガとはわずか2ポイントの差であった。マニファクチャラータイトルはヤマハが獲得した。今シーズンはコロナエクストラがタイトルスポンサーを務める最終年であった。翌2008年からはハンスポーリーがタイトルスポンサーとなった。マックスビアジカル GSX-R1000K7 圧で 3月20日、DFX ホンダはスティーブ・マーティンを資金不足からリーストから外した。3月27日に DFX ホンダとマーティンはドニントンとその後の参戦に出走させることに合意した。 h t t p w w w m o t o r b i k e s t o d a y c o m スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ sbk レナナシルバーストーン htmhathttp://www.orgdsb スラッシュシーズンスラッシュ STANTINGS-PS カンピオナとイコール SBK&P アンのイコール七アンド p パイロディコストラテリーイコール p ハット h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.worltspk.com スラッシュシーズンスラッシュ STANTINGS-PS

t 1 1 1 5 1 2 h t m ハット d f x d r o p m a r t i n u r o s p o r c o m ハット s t v e m a r t i n t o r c a t d o n i n g t o n m o t o c o r s e c o m ありがとうございます。